はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、モンストやっていきたいと思います。で、今回はね、目的のこのオブリビオンのね、その配下のモンスターを探しに行こうと思うんですけど、その前にね、最近あんまりガチャとかしてなかったので、言うて2話ぐらいか。で、持ち物でね、メダル、金メダル11個、銀メダル19個、銅メダル21個で、あと2次メダルが1個あるんですけど、金メダルね、僕10連したことないので、今回ちょっとやってみようかな。じゃあ行くか。あと動画界とかで、結構、金メダルとか集めたりしてるので、コロシアム。さあ来ました。これなんか人いなくなってる？じゃあガチャ、どうしようか。銅メダルと銀メダルと金メダル、その10連ずつやっていこうかな。で、2次メダルは今回、引かないです。ちょっと貯めたいね、ここは。もしかすると引くかもしれないけど。じゃあ銅メダル、10連。これも星5って出る確率はあるのか、正直わからないんだよね。一応星4は出るっていうのは分かったんだよ。あ、やっぱりね。だけど、主に亀が、被った。亀って言っても亀の子供だな。銅メダルはこんな感じ。銀メダル10個。さあ、10連いくぞ。銀メダルも初めてかな？ 10 連は。いけ！これは星4結構出ると思うんだけど、星5って出る？ああ、キャラ3匹ね。さあ、こっからだ。お、いいね。さあ、来い。星5。星5出るか分かんないけど。え？あれ？ちょっと待って。ローレライ、星5出たんだけど。ああ、まあね。いや、これ十分すぎる。え？こんなに運いいのか？え、じゃあ、金メダルいきます。初の金メダル10連。いきますか。できたら星5一体は欲しいかな。だって銀メダルで出たんだったら金メダル出ないとね。確定。ああ、来ないね。どう？ああ、言わないね。オッケー。よし、キャラは多め。よし、止まった。さあ、出てこい。うわー、やばちょっと待って。星5祭り、今回。ミカエル星5。止まれ、頼む、止まってくれ。お、いいぞ。さあ、ルシファー。え、ユグドラシル。え、やばいぞ、今回。え、ナイス。ちょっと夜なのであんまりね、叫べないんですけど。え、これ、オリオだっけ？あ、オリオ。星5。やばい。星5、ん？ 3 体と、え、4 体？すぐセーブしよっと。じゃあ、モンスターボックス今開いたんですけど、え、やばいね。ミカエル、アンチダメージオールか。で、ローレライ、アンチワープ、お、ついに来たね。このアンチワープ系のキャラ僕あんま持ってなかったからよかった。で、貴族生がね、あんまいなかったんだけど、ユグドラシルの星5、オリオ星5。こんな感じか。なんかね、光属性と闇属性がいないな、なんか。その星5がね、ルシファーとか当てたかったんだけどね。光だとアーサーとかが有名だよね、確か。この時代は。いや、十分すぎる。やばいな。この引きは。え、10連で3体？強化していこうかな。その前にね、どれがいいんだろう。多分、ミカエル、これは普通に進化の方がいいよね。いやー、神化もいいな。友情コンボがショットガンがいい。アビリティだったら、進化だね。ストライクショットは神化か。ローレライは、これ多分、神化の方がいいね。これ悩むな、ユグドラシル。進化か神化か。進化だとアビリティが豊富なんだけど、神化は友情コンボが貫通方面があるんだよね。お量。これ完璧に神化だな。ダブルアンチは、これ貴重すぎる。アンチ16バリ、アンチダメージオール。友情コンボもいいね。
2 hours later. まあ一通り経験値は振ったんだけど、まあレベルアップかはさせたんだけど、進化まだできないんだよね。なんかやっぱ神化が強い、どのキャラも。じゃあストーリー進めていきたいと思います。経緯、駅前商店街だよね。そこにいるか。もうお母さんと南のそのお父さんか。まあ、まずこのモンスターを倒していく感じだね。水属性か。だけどそう考えると僕さっき当てた星5か、ほぼ全員アンチダメージオールだよね。なんか重力バリアが欲しいな。オーディンしかいないから今のところね。他だとまあお量が神化すれば、まあ、一応つくにはつくんだけど。いやだけどやばいね、10連で3匹って。え、すごいのかな。なんかスマホのモンストだと確かにすごいんだけど、この 3DS でのモンストってどうなんだろうね。かなりの紙引きな気がするんだけど。やばいよね、10連で3匹ってやばいな。なんかいつに経っても本当にガチャって楽しいな。いやー、メダルめちゃくちゃ欲しい。もうまたこれからね、なんだろう、集めていかないとな、ちょっとずつね。なんかストーリークリアしたら集まりやすくなるとかあるかな。それならいいんだけど。で、あと動画僕撮る前にね、その金メダル少し集めてたんですけど、なんか一人その黒いというか、まあモンスターに取り憑かれた人を倒すと結構メダルとか落ちるんですけど、一人倒したらさ、金メダル3つ落としたんだよね。すごい確率だよね。結構運が良かったかもしれない。オッケー。結局その星5とか集めたというか、ゲットしたけどさ、どうしようか、これからのパーティー。すごい悩むよね。実際僕ラファエル、これ、当てたんだけど、まだ進化とか神化できてないから、うん、あんまり使えてないんだけど、どうしようか、これから。ディルロってかすごいかわいそうなんだよね。結構強いんだよね、ディルロってやっぱり。ストライクショットがね、本当に使える。オッケー、倒した。ついにボスか。え、かっこいい。びっくりした、今一瞬音がさ壊れたかと思った。これワンチャン横、いやだけどこれ縦でいけるな。だよね、なんか普通にはまった、いいね。でまだ一つ目のゲージだから、ディルロって温存しておきたいな。ナイス。ここ入れそうだよね。いけ。おお、ナイス。なんか結構入れる場所が多い。で、これ、下入れたら最高なんだけど。まあまあまあ、いいね、いいね。OK、これでまあ、重友情コンボとかを。なんか、訪れしてるんじゃないかって思うもん、この PCM。痛いな。オッケー。え、これさすがに、あ、この力とくと知るがいい。ストライクショット。
えたー、耐えた、危な。あ、で一応僕ユグドラシル入れました。ポルスをちょっと、あね、ちょっと入れ替えてね、ポルスと。危な、本当にオーディンのなかったら終わったな。これ縦で行こうか。ナイス、でかい。お、ナイス。ラファエルそこ入るか。いいね。使うかここで。ストライクショットで、まあ二人当たればいい。オッケーオッケー。でかいでかい。ナイス。で、ユグドラシルは多分もう一周して撃とうか。確か雷だっけ。で、これか。まあ、しょうがないな、オーディンのやつは。もう使えないから。周りのモンスターを倒してもらおう、オーディンはね。使います。これ大丈夫かな。頼む。OK。ああ、いいね、いいね。うわ、やばいな。めちゃくちゃ食らう、本当に。これ。ハート絶対1個拾おう。よし、オッケーオッケー。これ、耐えてほしいな。ナイス、耐えた。これは、ハート取り、ちょっと待って。触れた敵すべてに雷で追い打ちか。じゃあこうかな。これは当たるでしょ、さすがに。おっ、当たんないの、そこ。まずいな。これ入る？入ってくれないかな。そっち行くか。耐えてくれ。ミカエル進化させます。3度目の正直。今回はバルドルっていう、まあアビリティアンチ重力バリアと幻獣キラー EL 持ってるキャラ連れてきました。危ねえ。やっとボス行けたよ。いや、ほんとキャラがね、全くないね。アンチ重力バリアのキャラが欲しい。まあ今回はちょっとね、ここまでにしたいと思います。次回オブリビオンのその配下のモンスターを倒していこうか。さすがにもうきついな。ちょっと動画外でレベルアップしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しもったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことでボワーイ。ガチャは良かったのにな。